どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今ですね、世界中を圧倒させてる映画、ボヘミアン・ラプソディ、ありますよね。日本にもありますよ。ボヘミアン。ボヘミアンという曲、桂由紀さんの、あの昭和感たっぷりのかっこいい曲。やります、ウクレレでガズレレ。日本も負けていられないです。やっぱボヘミアンパワー、今年はね、すごいですから、去年から今年にかけて、やりましょう、皆さん。はい、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョン。後半は、かっこいいロックっぽい感じのこう疾走感たっぷりのかっこいいバージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、いつも一緒に歌いたい曲。そんな曲をですね、楽器と一緒に弾く弾き語り。これが最高に楽しいんですよ。しかもですね、音楽はちょっと私は無理だな、楽器と歌うなんて無理なんていうあなた、ウクレレだったらできますよ。弦4つしかないし、ちっちゃいし、簡単なんですよ。奥も深いんで、ずっと続けられるんで、ぜひ始めてもらいたいです。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、あれれれ、私弾けちゃってんじゃんってなると思いますよ。YouTube だったらいつでもどこでも、ご飯炊く間だって、ちょっとこう隙間でね、スマホで練習できますから。しかも無料。皆さん始めてください。音楽楽しいですけど、音楽聴くの最高だけど、やるのもっと最高ですから。はい。で、ここに今リンク貼るんですけど、このリンク先の、初心者リストのここというところにジャンプしてもらって、そこから1から数字の順番に動画を見て、ウクレレ触ってるだけですぐね、弾けますから。じゃあ行ってらっしゃい。初心者リスト、ここ行ってらっしゃい。クリックカシッ。行ってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽ジャンルのウクレレレッスン動画、一緒に弾ける動画になってますから、いろいろ探して自分の曲まだあるかなって探してください。先ほどのリンクの先の下の方に行くとジャンルボックスになってて、そこにもリストがありますんでね、ぜひご覧になってください。イントロメロディーはこのガズ、これカズーっていう楽器なんですけど、私がガズなんでガズーって命名してます。これを使ってメロディーを吹いてみようと思うんですけど、これ笛みたいに見えるでしょ。これはね、空気を入れるだけだと音出ないね、うーって言うんですよ。うーとか、あーとか響かせるわけですね。これを使ってメロディーやります。これ、ガズレレのありますんで。まあまあ、見といてください。じゃあ、これ使ってイントロやります。じゃあ、早速行きましょう。ボヘミアン、桂木由紀さん。まずは、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1。シンプル簡単バージョンやってみました。今のシンプル簡単バージョンは1番ずーっとやってサビまでやったというショートカットバージョンでございまして、フルでやりたい方は書き足していくとできるようになります。で、桂木由紀さんの音源では最後の方キーが上がることになってるんですけど、キーが上がるとウクレレもうすげえ難しくなっちゃうんで、まあガズレレでは上がらないままいくっていうのがまあセオリーにしてますが、上げたい方はコードをね、ちょっと研究してみてください。さあさあ見てみましょう。今、イントロからここ始まりまして。これね、なんで見せるかというとですね、テロップと一緒にやってもらうのもいいんですけど、やっぱり自分でノートで書き出す。
これは結構頭に入ります。ぜひ試してみてください。で、この私のノートの特徴なんですけど、これ下になんかメッセージがあるやつは、これかっこいいバージョンのやつなんで、今はまあこういう上の段をやったわけですけど、ここなんかは、たったーっていう風に、じゃんじゃんって最初の2回だけ弾くって弾いたっていう感じで、まあ聞いていただいたらわかる感じかなと。じゃあまずこの辺一時停止でメモってください。どうぞ。はい。ここにもたったーとか書いてあった。ここにもなんかよくわかんない書いてあった。後で解説しますからね。はい。じゃあここから B メロに入っていく。で、サビやったという感じですね。で、後半のかっこいいバージョンでは、一回最初からずーっと来て、ここまで来たらまた B メロに戻ってもう一回ここを繰り返してやる。ちょっとロングバージョンでやってみようと思います。はい。じゃあ出てくるコードどんどんいきますよ。A マイナー、F、D マイナー、G7、E7、E マイナー7。はい。この6個のコード。これはね、かっこいいバージョンで、今のね、シンプル簡単バージョンはこの6個です。これは、はい、いつも毎度おなじみ、ガズレレ必須コードという8個のコードのグループの中の、6個なんですけれども。このガズレレ必須コードというのはですね、8個のコードのグループの名前の呼び方なんですが、コードってですね、星の数ほどあると。全部覚えようと思ったらもうとってもじゃないけど、まあ無理でございまして。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルでいろんな曲を やってみようと思う方は、この8個のコードさえ覚えとけば、ほぼ弾けますから。なんで、一番最優先事項としてこの8個を覚えてください。その、覚えられる、超簡単に楽しく覚えられる動画を以前私が撮ってます。そこでコードの勉強してください。はい、ここにリンクあります。このリンク先はね、面白いんで、必ず見てマスターしてください。これ8個のコード。はい。そのうちの6個ということでした。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョン入っていきます。ですね、コードを1個、C、AUG っていうか、C オーギュメントって呼びますけど、これをですね、決めのところで使おうと思います。これはですね、よく見ると C と4弦の1フレットなんで、ちょっと不思議です。押さえる場所は、ここと、ここなんですよ。なんで、こんな感じ？音これだけ聞くと変な感じする。ね。ちょっととっちらかってるイメージですけど、これ C オーギュメント、こことここ、こんな感じで使っていきます。はい、たったーって決めんとこだね。こういうとこで使って、あれ、ここにも CAUG って書いてあるでしょ。ここにも CAUG って。ここで出てきますと。決めがね、さっきの CAUG、C オーギュメントってこと、タッターなんですけどね、これがね、結構、地味にね、小技なんですよ、この決め。タッターって。そこかしこに入ってくるんですね。このイントロも入ってくるし、このタッターって入ってくる。タッターはですね、まあ一応ね、これ、カッティングが混ざるんですよね。ちょっとやってみましょうか。CAUG、C オーギュメント押さえて、左手で止めるんですよね。はい。右でもいいですよ。右手、止めてもいい。とにかく、パッパーってこう、キレがいい止まり方が大事です。左で止めてもいいし、右でもいいし、ちょっとこの辺意識してやってみてください。で、曲の中の基本的なリズムは、8ビートル、チャで、ストレートに行こうと思います。これはですね、やっぱり、いろいろ考えたんですけど、もう、超シンプルに思いっきりガシガシ行く。チャンチャンチャチャチャンチャン。力強い8ビートのチャでいこうと思うんですけど、はい、この弾き方はここにリンク貼るんですけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中からまず8ビートという8ビート完全マスタームービーっていうのを見てもらって、このジャンジャジャンジャジャン、これを覚えてもらって、それができるようになったらちっちゃ、これが打楽器の要素なんです。ドラムがドッパッとツッとパッとやるように、このチャ、これを8ビートのチャと言っております。なんでちょっと先ほどのところでリズムの勉強をしてみてください。はい。で、今日ですね、一箇所、かっこいいところがあるんでちょっとご紹介します。ここです。ここ。幸せ、求めちゃいけないでしょうか。これ見てください。Aマイナーのところで見て、1弦、0、2、3、5、決めって書いてあります。いいですか？見える。1弦、0、2、3、5です。ここちょっと やってみましょうか。はい。幸せ、求めちゃいけないでしょうか。0、2、3、5、左に0、 A マイナー押さえたまま0、2、3、5です。1弦が0、2、3、5、まあ0っていうのはまあ普通に何も押さえないんで A マイナーなんですけど、0、2、3、5上がってくる。これは本当はちょっと裏にアクセント入るんですよ。本当はね、幸せ止めちゃいけないね、ダツ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 ダなんですけど、ちょっとこれ難しいかなと思って、ちょっと変化つけるために頭でいいと思います。リズムはジャンジャジャンジャジャン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 がガズレレアレンジです。さらにこだわりたい方はジャンジャジャンジャジャンジャジャスジャスジャスジャ、これが
カツラギキさんのボヘミアンで使われているような裏で来るリズム。これどっちでもかっこいいと思うんですけど、まあ、今回はシンプルに、ジャン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 でいきたいと思います。この、さあわかる ?A のパターン。B のパターン。裏で来る。はい。こっちの方がちょっと難しい。けど、今回のデモ演奏は最初のあのシンプルな方でやってみようと思います。これね、いいでしょ ?Am 押さえたまま。2、3、5ですよ。この小指が辛い。こういう時の決めの時は、こういう人差し指でもいいと思うね。とにかく、2、3、5と進んでいく。これで、ヘータやねってこう盛り上がっていく感じ。はい。この辺かな。ここが肝になると思います。じゃあ、それです。踏まえながらね。ボヘミアン、カツラギキさんのあのかっちょいい曲、かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー。さんのボヘミアンやってみました。ちょっと私もね、桂木由紀さんをイメージした歌声になっちゃいますね。あれボヘミアン、やっぱりあれやりたい。あれいいですね。やっぱり歌っつうのはこの表現力ですから、まあ、いろんな楽しみ方でやって、これは結構盛り上がるんじゃないかな。すごいストレートだしね、なんかこう気持ちがいいですよ。はい、ぜひ皆さんもやってみてください。じゃあガズレレの最新情報、いろんな情報山盛りです。ご案内です。どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るといろんなこと載ってますからね。ここにリンク貼っていきます。よろしくお願いします。そういうわけでですね、ガズレレイベントの方もどんどん進んでいくわけですけれども、次回は広島、福岡両方とも初登場です。待ってますよ、お願いします。で、まあもちろんあのこちらの CD、 これね、レッツゴー最高ガズの CD の曲も、その中から何曲かやろうということで、練習しておいてもらいたいということで、ですね、CD のこと全部まとめてここに書いておきます。イベントの情報もそこに入れとくんで、ちょっとぜひ見ておいてくださいませ。はい、 CD レッツゴー最高、これはねガゼル仲間集まったらもう6歳と80歳も一緒の曲弾こうと、そういう思いがありましてですね、まあ、ぜひあのみさん手に取っていただいて、もう YouTube で全部フル公開してますんで、ぜひお願いいたします。そんなわけで、まあイベントもどんどん続きますが、ガズレレ歌本5も出るんだ、おい、ガズレレ歌本5。1月23日発売ですから、まあ、今日22日なんて明日ですね。まあまあ、もうほんと盛りだくさんのこと、ガズレレでどんどん始まっています。で、とりあえず、今年一番の目玉は、2019年9月1日、日比谷の野音でガズレレ。皆さん、スケジュール帳、スマホのカレンダーに予定今すぐ入れといてくださいね。皆さん、ステージに上がって歌いましょう。その辺のご案内も近々始まります。お願いいたします。それでは、音楽で楽しい人生を。弾ける人はどんどん教えてあげてくださいね。さあ楽しんでいきましょう。ガズレレでした。さようならば、バイバイ。